はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。今回も生ビール。ですね、ライオンスタウト。という、こちらはですね、前回のコロナビールの、買った、よくわからないスーパーで、激安スーパーで買ってきました。なぜか売ってました。原産国がカンボジア。容量が 330ml。原材料が、麦芽とホップと糖類とカラメル。で、アルコール度数が 8% 以上 9% 未満。高いですね。で、これが値段140円ぐらいで売ってました。これも安いっすね、普通にね。普通に安いっすね。よく考えたら普通に安い。スタウト。まあ、ただこれはあんまり売ってなかったな。カンボジア。乾杯。あ、すごい、コーヒーだ。え、すっげえ香り強い。あ、苦味も結構強い。あ、ほろ苦い。おーほー。おーほ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 ー。え、これ、うんま、これ。スタウト。まあ、スタウト。え、これはうまい。ちょっと糖類が入ってるので、ちょっと甘いんですよ。それが残念だけど、これは、アサヒスタウトだっけ？瓶の、アサヒスタウトっていう、俺が飲んだ中で、スタウトの中で一番うまかった、アサヒスタウトに匹敵するものがあるね。あー、コーヒー、にかなり近いような味わいですね。かなり濃厚ですね。若干甘い。なんか砂糖を入れたコーヒーのような、かなりコーヒーチックですね。かなり焙煎が効いてて、すげえ。濃厚です。まあ、まあでもやっぱ朝日スタートのうまいですね。うん。このね、甘さがね、若干気に触るね。あ、やっぱビールにちょっと糖類はいらない。かなーって。でもわざわざ糖類加えてるわけですからね。麦芽、ホップ、糖類、カラメルって書いてあるから。糖類をわざわざ加えてるんです。それがちょっと気に食わないけど、かなり美味しいは美味しい。でもちょっと一本で飽きそうだな。ちょっと甘いんで。このライオンスタウト。で、ググると、だいたいこの缶じゃなくて瓶のライオンスタウトが出てくるんですが、まあ普通に見てみます。缶のやつで見ますが、
スリランカ。スリランカのビールって書いてありますね。カンボジアじゃない。ライオンシリーズは本来スリランカ産のビールですが、2016年の5月の大洪水被害により、生産のめどが立たず、現在、代替品としてカンボジア産となっております。ああ。本来はスリランカ産らしいですけど、スリランカが大洪水になったため、カンボジア産になってるって書いてある。ネットだと。なんでこれはカンボジア産らしいです。はぁ。ああ、でも美味しい。美味しいけど、やっぱり、これ一本飲むと、甘さが、なんか、口につくね。俺、あんまり、砂糖の入ったビールちゃうわ。コーヒーって、どうにも嫌いで、あんま飲めない。まあ、一杯飲めば十分みたいな。になっちゃうんですけど、うん、この甘さが気に食わないね。でもこの甘さがなければすげえうめえなと思うんだけど、うん、ちょっと残念ですね。もう飽きてきた。もう飽きてきた。最初うめえと思ったんだけど、すっげえ飽きてきた。飽きが早い。もう半分ぐらい飲むともう、飽きてくるもんね。実に惜しい。これは実に惜しいな。うまいんだよ。うまい。ただね、飽きが早い。もう一本飲めば十分だね。もう、二本目、もう飲みたくないもんね。うん。これはいいかな。これはリピートしなくていいな。俺は。俺は。うまいんだけど、一口二口はすげえうめえんだよ。びっくりするほどうまいんだけど、三口あたりから飽きてきて、やっぱギネスビールとかさ、朝日スタウトに比べるとさ、コクは非常に強いんだけど、甘みがちょっと、来るね。甘みがちょっと来て、香りも強い。うん。まあ、これはまあ、まあ、ちょこっと飲む分にはいいけども、まあ、5444です。ご視聴ありがとうございました。